Welcome to my channel. This is Sam and I'm playing Fates Environment. This is just the perspective of a character is better in this game. That. So we'll start where we left off. We were going for that school, I think. It's not school, that residence, samurai residence. So we got interrupted by so many monsters we met. Oh, what? We already did this. So we'll start from Suidobashi. あれが九段の武家屋敷か。さて。小説の門下生はどこだ。見ろよりあちらに人だかりがある。さては出店か。どうかな。I think they are running. なんで揉め事で。くそ、よく見えねえな。一体何だって言うのかしら。物騒なことじゃないといいけれど。この人だかり何なのさ。喧嘩でもやってんのかい。御家人様と道でぶつかっちまってさ、あわや切り捨てごめんと覚悟したんだが、御家人様ふらふらどこか行っちまった。城勤めってのは大変なんだな。Two dead bodies are up there. 何かあったか。近頃人情沙汰があったみたいでね。お改めとかで通るべからずだってさ。参ったな。この先に用があるのだが。そりゃ災難だね。明日あたり出直しちゃどうだい。ほう、どうしたものか。義が関わっているやもしれん。屋敷への抜け道を探すぞ。 I like this approach. I think I started during spider leaf. おいあんた、君だか。ここで起きた人情沙汰。なんでも御家人や家地の死体が道にいくつも転がってたんだと。怖えな。いかがした。そうさな、いかに。だが、まあ、that is this guy's retired Goemon Spider. Okay, let me check. I have 3 rice balls. I need sesame rice ball or something else. Okay. よく来たの。すごいですね。Affinity gods.
I have to be in stock already. この匂いは、ジュルリ。またいつでも来てくれ。Yeah, I think that's the one to do this. Maybe this one.And I will buy another one. よく来た。早く。またいつでも来てくれ。背に腹は変えられん。ここを通るぞ。忍び働き、再びだな。道を通るのがうまいな、イオリ。剣士よりも忍びが向いている。そうかもな。なあ、イオリ、屋根の上を行けばよいのではないか。夜なら、あるいはな。昼は目立つ。盗っ人扱いでお縄だ。チェ、楽しそうなのに。やるかいだ。いつでもよいぞ、イオリ。よいぞ、より。
いつでもよいぞ、よりっ展開点あー、出てます。放つ、合図をくれ、日和、頼む、出番だな。やっ、避けるなよ、押し切る。 I think I can use my points. 正解かな。後期、すかさず追い打て、出番だ。わかった、This. I have 10 and 9 for them. Let's see. Can I get for 10? Unlock a spell that causes affinity gods to fill more easily for a short time.This one is attacking our stance, no longer repelled by enemies. I will not. いい調子だ。Defense by 10. I still have 3 left.This one needs 10. Okay, then. This one needs 10. This one needs 10. Acquire a skill at the root of the skill tree. Okay, जो हो रहा है मैं वो कर लेता हूँ. अच्छा एक ही है. इतना skill नहीं है अपने पास. Fix है.I could use this. I have 9, so I will use one skill there and 3 fragments.Now increases HP by 60, increases power ability technique, this is mad power of link strikes of increases by 4%, this is 20.悪くない心地だ。The new one thing increases the power of heavy attacks. Nothing new for me. And this one has increased the power of normal attacks.Okay, now unfortunately I did not find any cats or surrounding. Oh, I found it. おとなしいな。
いぞ。These Daruma dolls are very costly, and when you sell them, you get a good amount. 裏から勘抜きがかかっている。別の道を探すか。何をほうけている？とく中に入るぞ。この門は内から施錠されている。諦めて別の道を。なんだ、そうか。では開けてこよう。これでよかろう。さあ、行くぞ。まあ、人目につかなければ。気持ちいいか。いい集め。そこをどけ。奴らの様子、いささか。いや、考えるのは切り抜けた後。屋敷はすぐそこだ。ここが九段の武家屋敷か。そのはずだ。ようやく着いたな。襲ってきた連中は皆御家人、幕府帰下の侍たちだ。ふむ、幕府のものか。ならば、こやつらも結納。おい。ん？貴殿は？あんたらだよな、御家人連中を乗したのは。いや、助かった。やつら力ずくで屋敷に踏み入ろうとしてたからよ。どうしたもんかと焦ったが。待て、連中、この屋敷のものを狙っていたのか。え？あんたら知らねえのか。ここの主が辻斬りと疑われちまって。辻斬り？貴殿、すまないが、その話詳しく聞かせてくれないか。ありゃあ、おとといの早朝だったが、屋敷の外がやけに騒がしいから、なんだと思って出てみたらよ、
旗本とその家人やらが10人近く道の底かしこにやられて転がってたんだ。一部始終を覗き見てたやつ曰く、下手人はなんだか古めかしい鎧武者だって話さ。古めかしい鎧武者、ライダーか。やれ怨霊の仕業だ、やれ落ち武者のたたりだって、もう大騒ぎよ。で結局どこかの辻斬りの仕業ってことでこの話はおしまいになったはずだったんだが、何を思ったがお上と来たら、この屋敷の主が下手人だと決めつけちまった。10人の侍を一度に相手取れるようなやつはこの屋敷には一人もいねえって。何を言おうとお上は聞く耳持たずよ。でとうとう目付配下の御家人連中が主をひっ捕らえに来て、俺たちがこれを退けたと。そういうこった。俺は一応剣の腕を買われた身だからよ。こりゃどうなることか。あんたらのおかげで助かった。この屋敷を追い出されずに済みそうだぜ。また浪人に逆戻りなんぞしちまった日には小説先生に面目が立たねえからよ。小説先生。ふむ、では君は由井小説の門弟か。ああ、そうだが、なんだあんたら小説先生に用があんのか。より、ああ実はかねてより小説殿の講ずる軍学に強い関心を抱いていてな、いつか小説殿の私塾にて直にご指導を賜りたいと思っていた。しかし今に至るまで肝心の塾の場所が分からずじまいでな、いかにしてお目通り願ったものかと頭を抱えていたのだが。なんだ、それなら話は早いや。もちろん知ってるぜ。小説先生の塾は長江堂つってな、神田にあるんだ。途上してねえ日はほぼ確実にいるはずさ。そうか、すまない、恩に着る。こっちは首の皮つないでもらってんだ。この程度恩返しにもなりゃしねえさ。かたじけない。では我らはこれにて。おう、こっちこそありがとうな。神田の長江堂か。巷で人気の軍学塾があるとは噂に聞いたが、まさか由井小説の塾だったとは。なんだ、長江堂までは知っていたのか。それならもっとすぐ気づけ。いや、まさか幼稚の下手人が。かの高名な塾の主とは思わないだろう。無茶を言うな、無茶を。言い訳しかし、とんだ回り道をさせられたな。神田はここからすぐだが。さあ行くぞ、より。いよいよ由井に一泡吹かせてやろう。いや、一度長屋へ戻る。ん？万全を期しておきたい。いささか気力勢力を費やしすぎだ。セイバーには魔力不足と言うべきか。悪いが、俺がこうではそちらも万全では戦えまい。サーヴァントだからな、まったく。戦働きにおいては休息を惜しむべからずだ。まあな、せいてはことを仕損じるとも言う。弱いよりのために一旦戻るとするか。仕方ない。待つのじゃ、より。浅草に戻る前にやるべきことがある。なんだ。繋いだリーチだ。そのまま放っておけばわしらの本拠までの道筋を明かすようなもの。本拠へ戻る際は霊脈への接続を断ち、一旦小霊地を眠らせておくとよいぞ。なるほど、道理だな。
Acquired telluric energy has increased Lord's mass. Okay. この力必ず生かそう。ま、こんなものだろう。ん、これでよい。リーチから得られたものもあろう。After closing of the connection to the ley line, the aquatic energy can be exchanged for materials and trees, Lord's mat, and grant other benefits. Kobu wo kyouka dekiru ka? Nagaya e modoru zo. Tsuchi Mikado family. Abe no semei. Vaccine service.さて、浅草は変わりないな。ひとまず。で、どうだったんだい？新しくできた店は。あそこはな、なんというか強烈だったや。確かに品揃えは、いや、あの凄まじさは実際見ないとわからねえ。気になるならお前も問屋街へ見に行きな。問屋街に新しい店？そんな様子はなかったが。聞いたな？聞いたので行ってみよう、イオリ。セイバー。なんだ、君は気にならないのか？私は大いに気になった。まあ、気にならないわけではないが。ならば、とく見に行こう。何か掘り出し物があるかもしれんぞ。止めても無駄だな。仕方ない。問屋街に行くか。To be sure, I'll be gone. But I will check. See, there's a still jewel there, right? Maybe. Oh no. But I will still go around places.合図をくれ、イオリ。
木であってこそだ。Okay, let me check one thing. Launches a fireball directly ahead. Gradually restores HP for a short time. Restores HP instantly when it goes down. B. Okay. Raises critical hit rate for a short time. What? Is this only possible when I'm fighting? Still did not complete anything, huh? All stands, I need skill rate 13. And water stands, I need much more. Spells. いや、しかしすごい店ができたもんだ。ごめんごめん、驚いた。これ新しい店のって。あらあら、私だってどうかしら。あらあら。Just talking to everybody that I can.というあれだ。
おとなしいな。リスク90。問屋街にあるからには何がしかの問屋か。しかしまた噂にたがわぬ派手な店構えだ。ハヒなんだ、耳慣れん屋号だな。それに確かここは空き地だったはずだ。それが何故このような。やはりな。おん、これぐらいは感じ取ってみせよ。よく、そこらの怪異の類とは桁が違う。それに、ならばセイバー。ああ、サーヴァントだ。それも、とびきりの英霊に違いあるまい。江戸に店を構える、と来たか。よほど腕に覚えがあるのか。揺るぎない自負と自覚の現れだ。難敵も難敵。心せよ。では、いざ。頼もう。待て、セイバー。 This is that guy. ほう、なんだ、随分とみすぼらしい客ではないか。だがここが我が城、バビロニアと知って踏み入った貴様らの愚かさをあえて称えよう。喜ぶがいい。貴様らには我が宝物の一端の一端のそのまた一端を拝む権利をくれてやろう。言動の突飛さとは裏腹に、なんという剣気。一目でわかるほどの凄まじき大きい余人のまるで及ばぬがごとき正気。剣の腕は測れない。だがただものでないことだけはわかる。何、欲しいというならば譲ってやらなくもない。ま、雑種どもに手の届く品かは知らぬがな。さあ俺の寛大さにひれ伏し拝せよ。いや、ひれ伏したら見えぬか。まずは無礼をお詫びる。聞いてほしい、俺たちは。貴様、よほど立派な英霊と見たぞ。クラスは何だ？マスターはどこにいる？はあ、まったく、この俺を質問攻めとはなんと不敬な。だが俺は今一仕事終えたばかりで気分が良い。故に答えてやろう。我こそは、しがないちりめん問屋の若旦那である。は？何？ちりめん問屋？なぜとぼける？貴様はただ者ではあるまい！は、当然であろう。俺は史上にして唯一の王ゆえな。ちりめん問屋ではないのだな。これ以上はぐらかすのであれば、剣を持って問うのみだ。さあ。ほほう、貴様の剣。セイバー。おーい、若旦那。栄吉に見よか。どうした？聞いたぞ、できたんだろ新作。早く見せてくれよ。私も見たいな。
フン、そうせがまずとも見せてやる。刮目せよ雑種ども、これが我が入魂の一作よ。うわ、今回のもすっげえ。うん、若旦那。そうであろうそうであろう、穴が開くまで眺めてよいぞ。そしてあくまで賛美せよ。 This guy's an artist. Look at his robe, whatever he is wearing, it's covered in some kind of paint. 見る者皆がひれ伏し拝んだ我が至高の肉体美、その再現にはさすがの俺も三日三晩を要したが見よ、一点の気泡もなく澄み渡りし我が眼を見よ、彫像がごとき我が腹部の陰影を。もはや当世の飴売りなど相手にならぬなあ栄吉、見よ。うまかったぞ若旦那、もう一本ないのか。人の話を聞け栄吉、さすがの若旦那にも堪忍袋の王はあるのだぞ。はーい。この石綺麗だな。ありがとう若旦那。それでおた侮るな、幼子から絞り取らねばならぬほど我が宝物庫は財に乾いておらぬが、お前たちはただひたすらに飴を賞味し無垢なる賛美を俺に浴びせればよい。感謝というものを覚えよ栄吉。なんだ貴様らまだいたのか。俺はマスターを持たぬはぐれのサーヴァント、義の最低者ルーラーとして当世に権限した。望む情報ならばくれてやったぞ。買う気がないならさっさと店を出て行け。これではぐれだと。なんだかそんな気がしていたが、貴様まともに英月の義を戦う気がないな。俺を貴様ら波の英霊どもと同列に語るな。あのような贋作になぞけほどの興味もないわ。だが義に身を投じた者どもが何を望みいかにあがくか、その過程にはいくらか興味がある。当世を過ごす上でも良い座標となりそうだ。出るぞより。ああ俺たちは命拾いをした、うん、そんな風に感じるのは気のせいか。英月を求めん以上は敵ではないが、ただ者ではない。見目からしてひ、うん、雑種貴様俺を寝踏みしているな。その不敬憤慶に値すると言いたいところだが、命を拾ったぞ雑種。今の俺はすこぶる機嫌が良い、故に格別の恩情を持って教えてやろう。我こそは世の万物をすべし真の王、至高にして無常絶対なる存在。その上で今はちりめん問屋の若旦那でもある。真の王しかり、そして貴様らは我が庭で踊る愚かな道家に過ぎぬ、故に身の程をわきまえよ。道家は道家らしく俺を楽しませてみせよ。サルマネの儀など陳腐極まりないが、道家がいるとなれば。ほう。That little kid stole those gems. よもや、こんな近くにサーヴァントが今日構えているとは。意外とそういうものかもだぞ。ん？君、君、手に持っているそれは何だ？
これ？へい、いいでしょ。お隣の栄吉にもらったの。そうか、隣の。どうしたセバ？まじないを使うのであればわかるだろう。あれからは随分と魔力を感じるぞ。平時であれば放っておいてもよかろうが、今はあまり良くない。義に紐づいて暴れる怪異どもにとって、ああいうのは格好の餌だ。まずいな。すまない。その石なんだが、譲ってくれないか？なんで？やだ。だから、そのまま持っていると、もののけどもに襲われてしまう。そのまま言うのか？お化け？そうだ。嘘？でも。嘘じゃない。どうか。栄吉とミオも同じのを持ってるよ。同じものが他にもあるのか？栄吉が私とミオにくれたの。二人ともまだ鳥越の神社で遊んでるよ。鳥越神社か。We still go up the stairs to find him. Off that. Then. One more map. No food for me.I want to be talk nearby, but I can't find it. Man, I came to the wrong place.Been there, done that, and so this is for the. Oh, there's a cat there. Are you? Yeah, sorry, no.あれはこの町も賑やかだな。待て待て、あれはさすがに大きすぎる。いずれまただ、セイバ。This is totally poised, right? And it reeks of monsters. なんだこの化け物！誰か助けて！まだ子らは無事なようだが。怪異が湧いたな。急ぐぞ。預かる。早く逃げろ。はっ！
何か受け取ったか。やはり同じものか。栄吉、君これをどこで得た？若旦那の店だよ。店先に飾ってたの。若はぐれのルーラーか。そんな、返さなきゃ。栄吉、泥棒したら捕まっちゃうんだよ。そうだな、そうだよな。俺、それがいい。猛省して二度は繰り返すな。ひとまずこの石は俺から返しておく。うん、ありがとう兄ちゃん。わらべにしてやられるとは。はぐれのルーラーめ、ここは一つ我らが忠告してやるとしよう。ありがとう、ありがとう。
what does it mean to you? I see something there. Those abilities that Lori has, you have to I know it's saying return to Master Krishna all your time. Maybe this is the last one to sign. At least one thing I sign for. Oh, this one's over to me. よいぞ、よりもらった。見切れまい、合図をくれ。
動。There's a skill jewel here. Oh, this was not skill jewel but something else that I also got completed eventually. So let's go on where we are going. So Asakusa, and then I can just, this is Jinju Forest. For now, I hope you guys like the video. Stay tuned for more and have a good day. I'll be back with more exciting videos. So don't forget to subscribe and share with your friends. ほう、思いのほか早かったではないか。もう少しばかり時を要すると思っていた。ご苦労だったな。セイバーとそのマスターよ。貴様、気づいていたのか。ならば、なぜ捨ておいた。たわけ。俺が手を出さずとも解決する問題にかかずらっているいとまなどないわ。このイングサ、俺たちがどう動くか読んでいたか。よいか。王とは座して待つが務めよ。そしてそれは問屋の店主とて同じこと。まあ王でも店主でもない貴様が分からずとも無理はないか。そういえばスカンピンのマスターよ、貴様の名を聞いていなかったな。तो मैं वो बताना संपूर्ण रहता कि लेफ्ट कंट्रोल दबा के फिर आप बी दबाओगे या वी दबाओगे या फिर एन दबाओगे या स्पेस बार दबाओगे, उससे लोरी का एबिलिटी अब यूज कर सकते हो। वैसे ही सेबर को जब आप सेबर के साथ खेल रहे हो तो कंट्रोल दबा के फिर ये एबिलिटी चूज करके आप एबिलिटी यूज कर सकते हो उसका। इयोरी मियामोतो इयोरी दा। देवा योरोकोबे मियामोतो इयोरी ओ कोताबी नो होबी तोशिते貴様らには王の手足となる誉れをやろう。嬉しいだろう、光栄だろう。さあ涙を流して喜ぶがよい。待ってくれ、俺たちにそんな暇は。江戸にあふれる宝を集め我が蔵を満たす重大な責務である。何、貴様らはいつも通り過ごせばよい。そこで目についたものを俺のもとに届けるのだ。さすればそれ相応の褒美を取らせよう。簡単であろう。そのような筋合いはないわ。よりもう行くぞ。その任拝命しよう。いおり、うん、貴様はそこなサーヴァントと違い、真の誉れの何たるかよく心得ているようだ。では、Talking. 俺は待っているとしよう。いおり、確かにあれはただものではないだろう。だが、だこともあろうに私のマスターである君がやすやすと神戸を垂れるなど。落ち着けセイバー、無論考えあってだ。He's angry. あの若旦那は浅草に今日構えるはぐれだ。いわば俺たちと同じ霊地の勢力、味方につけられるならそれに越したことはない。万が一敵対するにせよ互いの間合いは保っておきたいところだ。それに峰や店の品々を見るに相当に財を蓄えている。それはつまり良い稼ぎになるだろう。日々の飯がいささか豪勢になるぞ。おかわりし放題も夢ではないな。米が、ならば仕方ないな。
So... ま、こんなものだろう。My items and baby not. 今度こそ長屋に戻るぞ。Take a rest. So we'll start from here in the next video. So we can write about me. Bye guys. See you soon.